中条義介は、出羽米沢藩の重臣。価格は、侍組分、両家。米沢藩の奉行などを務める。侍組の竹の又収集の三男として誕生。明和八年に、中条宗氏の後を継いで分、両家中条氏を相続。安永二年六月の七夜騒動において、侍頭5人中4人が加担して、免職になったこともあり、同年七月に、 侍頭となる。天命3年11月11日に江戸画廊となり、同6年7月5日に千坂清高が武行を辞任したため、その公認として7月29日に武行に就任。中士官年寄県内省係の四賀助地下の意見を入れて、各外の大県を達し主役場の統廃合や、学館縮小などの消極的な禁縮政策で、 天命の大基金で打撃を受けた反省を打開しようと、下が失敗。犯罪性は行き詰まる。完成元年の丸山内名の上ことにより、翌関西2年に、反死より広く意見を求めた結果、隠居していた、覗ぞきよの最近が望ましいとする意見が多く、これを下に参加住間での代表儀において、上杉春則に、覗きの最近を進言し、さらに上布して、 三勤交代で、江戸にいた、上杉春広の下に進言した。これにより、完成3年に、隠居のみであるの続きが、中老に就任することになり、関山の改革が始める。文化2年5月24日に奉行を辞職して、隠居し、文化11年4月17日に病没した。後を養子の達氏が継いだ。ありがとうございます。